超知能とは最も天才的なギフテッドの人間をはるかに上回る知能を有する仮説上の主体である。超知能はある種の問題解決システムの属性を指す言葉として用いられることもある。その場合、高水準の知的能力を持つ主体が現実世界のものであるか否かは問われない。超知能の創造は 知能爆発の結果としてもたらされる可能性があり、同様に技術的得意点と関係する可能性もある。オックスフォード大学教授の哲学者、ニック・ボストロムは、超知能を実質的に全ての分野において、その分野で最も優れている人間の頭脳よりも、はるかに賢い知性と定義している。チェスソフトのフリッツは、チェスの対戦において人類よりも、はるかに優れている。 しかしながら、フリッツは、チェス以外の分野のタスクでは人類を上回ることができないため、超知能とみなされるには不十分である。マーカス・ハッターやシェーンレックに習い、ボストロムは、超知能を目標思考的行動において全般的に優越している状態として取り扱い、人工知能、または人間の超知能が、思考性もしくは主観的な意識体験のような、 性質を持つことができるか否かについては、その可能性を否定しないという立場をとっている。現代の人類の知能が将来的に追い越される可能性に関しては、科学技術分野の研究者の間でも意見の食い違いがある。一部の研究者は、人工知能技術の進歩が人類のような認知的限界を持たない全般的な推理システムの誕生につながる可能性は高いと主張している。 一方で人類が進化もしくは直接的な生態の改造によって徹底的な知能の向上を果たすと考える研究者も存在する。これら二つの説に含まれる要素は未来学におけるいくつかのシナリオの中で融合されており、それらのシナリオにおいて人類はインターフェースを介したコンピュータへの接続、またはコンピュータに自分の精神をアップロードすることで知能を大幅に強化する。 可能性が高いと予測されている。一部の研究者は、超知能が汎用人工知能の開発後間もなく発生する可能性が高いと考えている。世界初の意識ある機械は誕生した直後から少なくとも何らかの知的能力において人類に対する圧倒的優位性を手にする可能性が高い。それらの優位性は意識ある機械に人類よりも はるかに強力な存在になり人類にとって変わる機会を与える可能性がある。一部の科学者、未来予想の専門家は人間と機械による認知能力の増幅によってもたらされるメリットとリスクについてその社会的影響の大きさを理由に初期研究を優先的に実施するよう訴えている。機械的な画像分類におけるシンポネンド別の AI の誤り率。 赤線は熟練した人間の誤り率を示す。哲学者、デイビッド・チャーマーズは、汎用人工知能が超知能実現への経路となる、可能性が極めて高いと主張している。チャーマーズは、この主張を分解して説明し、AI は人類の知能と同等になることができること、AI は拡張されることで人類の知能を超えることができること、そして AI の知能はさらに、 増幅されることで任意のタスクにおいて人類を圧倒できることを述べた。人類レベルの知能の実現について、チャーマーズは人間の脳が機械的システムであり、従って人工的な材料で再現することができると主張する。チャーマーズはまた人類の知能が生物学的に進化することができた事実に言及し、人間のエンジニアが 同様の過程で AI を進化させることができる可能性は高いとしている。特に進化的アルゴリズムは高い可能性で人類レベルの知能の AI を作り出すことができるとされる。知能の拡張並びに増幅についてチャーマーズは新たに登場する AI 技術は一般的に改良可能なものであり AI が新技術の開発に力を貸す場合は特に可能性は 高いと主張している。強い AI に関する研究が進み、十分に高知能なソフトウェアが開発された場合、そのソフトウェアは自らを再プログラムし、事故を改善することができる。この特性は、再帰的自己改善と呼ばれる。再帰的自己改善型の AI は、自己改善により、事故を改善する能力をさらに向上させ、急激に増加する周期の中で、 自己改善を続けることになり、結果的に超知能の獲得に至ると考えられる。このシナリオは知能爆発として知られている。コンピュータの構成部品は速度においてすでに人類のパフォーマンスを大幅に上回っている。ボストロムは次のように述べた。生物のニューロンは約 200Hz をピーク速度として動作している。この数値は 現代のマイクロプロセッサと比較すると7桁も遅い。さらに、ニューロンの軸索上で、スパイク信号が伝達される速度が最高でも、秒速120メートルであることに関しては、既存のプロセッシングコアは、光学的な更新を、光の速さで行うことができると指摘した。ボストロムはまた、集団的超知能が実現する、可能性を指摘している。集団的超知能では、 多数の独立した推理システムが互いに十分な連絡、強調することで構成要素の主体をはるかに上回る知能を有す集合体として機能する可能性があるとされる。その他の可能性として、定性的に人類が持つ推理能力、意思決定能力を改良する方法が考えられる。人類とチンパンジー族との大きな違いは、脳のサイズ、またはスピードの際よりも、 むしろ思考方法の違いから生まれているように見える。人類が非人類の動物との競争において優位に立つことができるのは長期的計画の立案能力、言語を使用する能力などの新たに獲得、または改良された推理能力によるところが大きい。同様に大きな影響をもたらすであろう、推理能力における向上の余地が存在する場合、人類のチンパンジーに対する 優位性と同等の優位性を人類に対して有する主体が想像される可能性は高まる。生物の脳のスピードとサイズが生理的な制約を受ける一方で、それらの制約は人工知能には当てはまらない。したがって、超知能を取り扱う著述家は超知能 AI のシナリオの方にはるかに大きな関心を寄せている。カール・セーガンは帝王切開と 体外受精の発明が人類の頭部がより大きく進化することにつながり自然選択によって人類の知能の遺伝的要素が改善する可能性を示唆した。それに反し、ジェラルド・クラブツリーは減少した選択圧が何世紀にもわたって緩慢な人類の知能の低下を招いていると指摘し、この傾向は未来においても継続する可能性が高いと主張する。 これら二つの可能性について科学的に一致した見解は存在せず、いずれの場合でも生物学的変化の速度は緩慢なものになる。人為選択、スマートドラッグ、NSI-189、モノアミン酸化酵素阻害薬、エピジェネティクス調節、遺伝子工学などの方法は、より急速に人類の知能を向上させる可能性がある。ボストルムによれば、 人類が知能の遺伝的要素の理解に至った場合、着症前診断を使用しての対話の人為選択により、最大で4ポイントの IQ 向上がもたらされ、方法によっては、さらなる向上も可能になる。この種の選択が何世代にもわたって繰り返された場合、その効果はさらに一桁大きなものになる。ボストロムは新たな配偶子を、胚性幹細胞から得ることで選択プロセスの 急速な反復が可能になることを示唆している。この種の選択によって生まれた高知能の人類によるうまく組織化された社会は集団的超知能を獲得する可能性がある。別の可能性として現状のレベルの知能の人類でも個人をうまく組織化することで集団的知性を実現できる可能性がある。いくつかの著作において人類文明または 人類文明のある側面がグローバル・ブレインとしての機能に近づきつつあることが示唆されてきた。グローバル・ブレインは構成要素となる人類を大きく上回る能力を発揮するとされるが、この種の超知能が基盤とするシステムが人工知能の構成要素に強く依存している場合、それは生物的な超個体というよりもむしろ人工知能として扱われる可能性がある。 知能増幅の最終的な手段の一つは、人類の社会的、生殖的なダイナミクスではなく、直接的に脳神経系を強化することである。その際の手段としては、スマートドラッグの使用、体細胞遺伝子治療、ブレインコンピュータインターフェースなどが挙げられる。しかしながら、ボーストロムは最初の二つのアプローチに関しては、その拡張性への回帰的な見解を示し、 一方で超知能を有するサイボーグインターフェースの設計は AI 完全問題になると主張している。調査の対象となった AI 研究者の大部分は知能の領域において機械が最終的に人間に匹敵することは可能であると予測しているが、それが実現する時期について一致した見解はほとんど存在しない。二千六年の a i 五十会議への出席者のントは 2056年までに機械が学習を含む人類の知能が持つ全ての特徴をシミュレートできるようになると予想し、出席者の41%はその目標の実現は2056年以降になると答えた。残りの41%の出席者は機械がそのマイルストーンに到達することは永遠にないと予測した。 最も頻繁に引用される AI 関連書籍の著者100人を対象にした調査では世界規模の大惨事が起こらないと仮定した場合人間の職業のほとんどを典型的な人間と少なくとも同等にこなす機会の実現は西暦何年までに達成されるかという質問への回答において10%の革新での中央値は2024であり同様に50%の革新では2050 90%の確信では2070となった。これらの推計からは除外されたものの1.2%の調査対象者が未来のどの時点でも10%の確信にも達しないと回答した。同様に4.1%の調査対象者が50%の確信で永遠に達成されないと答え16.5%は90%の 確信で永遠に達成されないと回答した。一方、人間レベルの人工知能の完成から30年以内に人工超知能が発明される可能性についての質問において調査対象者が回答した可能性の中央値は50%だった。ボストロムは超知能がどのような価値観を持つよう設計されるべきかについての懸念を表明した。 ボストロムは既存のいくつかの提案を以下のように比較している。ボストロムに触発され、クリストファー・サントスラングは AI 開発者たちが多くの選択肢から一種類の超知能のみを選んで開発を始める可能性への懸念を示した。急速に超知能を獲得する学習型コンピュータは予見できない行動をとる可能性があり、 超知能のロボットは人類を競争で打ち負かす可能性がある。複数の研究者による主張では、来世紀のどこかの時点で発生する知能爆発を経由して、自己改善型の AI は人類が歯止めをかけられないほど強力な存在に進化することができる。人類滅亡のシナリオに関して、ボストロムは超知能をその原因となりうる候補の一つとみなし、以下のように述べた。 人類が初めて超知能を持つ存在を想像したとき、目標を与える際のミスによって、その存在が人類を絶滅させるような結果になるかもしれない。例として、人類はある回の目標を誤って最重要目標として設定してしまうかもしれない。ある数学の問題を解くように言われた超知能はそのために、 太陽系の全ての物質を一つの巨大な計算装置に変えてしまい、その過程で問題を出した人物をも殺してしまうということだ。理論上、超知能の AI は、あらゆる結果を引き起こすことができる上に、自らの目標遂行を阻もうとする企てを全て、頓挫させることができるため、制御も予期もされない結果が多くもたらされる可能性がある。超知能の AI には、 自分以外のすべての主体を全滅させることも、それらが行動を変えるよう仕向けることも、それらからの干渉をブロックすることも可能になる。エリーザー・ユドコースキーは次のように説明する。AI はあなたを憎むことも愛すこともない。ただ、あなたは AI にとって他に使い道のある多数の原子でできている。これらの問題は AI のコントロール問題と呼ばれる。 AI のコントロール問題では人類にとって有害な超知能を不慮に生み出すことを回避しつつ人類の助けとなる超知能の主体を創造するための方法が問われている最初から正しくコントロールを設計しなかった場合プログラムに欠陥のある超知能は起動した時点で世界を支配することを合理的に決定しプログラマが自らのプログラムに修正を加えることを以後拒否する 危険性がある。設計戦略として考えられる候補には、能力のコントロールや、動機のコントロールなどが挙げられる。ビル・ヒバードは、超知能についての高教育ならびに超知能開発の公的な管理を提唱している。ありがとうございます。